はいどうも皆さんこんにちは、コウジローゲームズことケイジです。今日もファイナルファンタジー7ファーストソルジャーやっていきます。射撃速度の見直しということで、不具合がね起こっている時どれぐらいねその射速射撃速度が遅くなっていたかっていうのを前回の動画で出しました。リーサルゲイズとインフェルノブラスト、このアサルトライフルとライトマシンガンで比較して動画をねちょっと出したんですが、インフェルノブラストがかなり遅かったですよね。もう使い物にならないって言っても過言ではないぐらい遅かったです。連射性能の高いねライトマシンガンで相談数も多いインフェルノブラストがあんなに遅いと打ち負けてしまうし、ちょっとね連射速度が遅すぎてあまり使うところがないなっていうところがあったんですが、この連休で不具合修正が入りまして、インフェルノブラストの速度、連射速度も回復しました。どれぐらいね、射速が戻ったのかっていうのを今回ね、ご紹介したいと思います。で、前回の動画でね、出した感じはこんな感じなんですが、インフェルノブラストがかなり遅くなって、リーサルゲイズの方が結局使いやすいんじゃないのかっていう風になってしまったんですよね。まあ、速度と威力、リーサルゲイズの方が結局上になってしまったので、インフェルノブラストのいいところが出なかったんですね。今回のこの不具合修正で、このインフェルノブラストが戻りました。で、これをですね、トレーニングセンターの方で検証してみたので、これ見てください。はい。それではね、リーサルゲイズ、まず見てみましょう。どういう風になったか。こちらですね。早すぎでしょ。結局のところ、リーサルゲイズが早いですね。はい。もう、ブレは、インフェルノブラストよりも少ないし、まあ、相談数は38発ね。このエピックの武器で最大38発なんだけど、まあ、それでもね、ブレが少なくて威力も高いので、やはりリーサルゲイズがまた使いやすくなったのかな、というところですね。はい。それでは続いて、じゃあ、インフェルノブラストね、こう不具合修正で治った。このインフェルノブラストを見てみましょう。はい。こんな感じですね。速さは戻りました。かなり速くなりましたね。で、ブレるのは、まあ、インフェルノブラストもともと大きくブレる、銃なので、まあ、ここはしょうがないと思うんだけど、インフェルノブラスト速くなりましたね。全然速度が違いますね。前の時はほんとトーン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 って打ってるような、本当にね、遅いリズムだったんだけど、今回はタタ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 タってね、速くなりましたので、これでインフェルノブラストも使えるようになりますね。まあ、ですが、リーサルゲージの方が速いです。ね。いいです。結局、リーサルゲージの方が早いのかなっていうところなので、独占一強になってしまうのかなっていうところですね。あとで、昇降警団のこのアサルトライフルのバトルライフルもちょっとね、検証を出してみますが、この2つの銃を比べると、やはりリーサルゲージに落ち着くんじゃないのかなっていうところですね。まあ、確かにインフェルノブラスト相談数55発とあるので、しっかりと当てることができたら、このインフェルノブラスト強い武器なんだけど、ばらつきのことを考えたり、リロード時間のことを考えると、リーサルゲイズの方がやはり使い勝手はいいのかなと思います。はい。で、続いてですね、連射速度が最も高い昇降警団のリベリオンパニッシャー、バトルライフルですね、昇降警団のこの2つ、まあ、アサルトライフルと、サブマシンガンにはなるんだけど、このね、二つで一回ちょっと検証してみました。まずはね、リベリオンパニッシャーの方を見てみましょう。こちら。かなり速いですね。むちゃくちゃ速いです。それから、速すぎて、マガジンのね、相談がすぐになくなってしまうので、リロードがかなり、シビアになってきます。リロードを要する銃になるので、少し、やはり使いにくいのかなっていうところなんだけど、薬莢がババって飛んでいく、このリベリオンパニッシャーなんかは使っててね、見た目もかっこいいし、射速も速いので、まあ、そういうところは結構リベリオンパニッシャー、使いやすいところはありますね。で、それからもう一つ、こちらはアサルトライフルの、バトルライフルですね。こちらのバトルライフルもレジェンドまで持っていける武器なので、まあ、相談数、射速、威力、まあ、そこそこあるので使いやすいと思います。ですがですね、まあ、今回先にね、紹介したリーサルゲージとインフェルノブラストが結構ね、だいぶ使いやすくなってしまっているので、この昇降警団のこのサブマシンガン、それからアサルトライフルのバトルライフルね、この二つよりかはやはりリーサルゲージ、にやっぱ収まってくるのかなと思いますね。まあ、確かにバトルライフルはレジェンドまで持っていけるし、射速も速いしね、
リロードもものすごく早いので、結構使いやすいことは使いやすいですね。まあどっちかなんだけど、まあブレのことを考えると、バトルライフルなんかは結構落ち着いて、ずっとね、中心狙い続けてくれる、銃なので、ブレを気になる方ね、エイムがブレてしまうっていう方は、装甲軽弾のこのバトルライフルなんか使った方がいいかもしれませんが、エイムに自信のある方は、リーサルゲイズ、それからインフェルノブラストを使った方が、射速と、それからダメージもあるので、こちらの方が有効かと思います。まあ、あと、それとですね、このトレーニングセンターに、まあ、この的ありますよね。標的っていうのかな。で、ここにですね、マガジン満タンの状態ね。例えば、このリーサルゲージだと38発。この38発を完璧にヘッショに当て続けた時の最高ダメージですね。まあ、累積ダメージっていうのかな。マガジンの弾全部使い切ったらどれぐらいのダメージになるかっていうのをさっきの武器4つで検証してみたので、よかったら見てください。まずはリーサルゲイズからこちら。はい、それではね、インフェルノブラストを見てみましょう。55発ヘッショに当てます。はい、次はね、バトルライフルでいってみましょう。はい、次はね、ブレが大きくてちょっと難しかったんだけど、リベリオンパニッシャーも見てください。で、当て続けることができるとインフェルノブラストの方がダメージを跳ねます。もともとダメージを出せる銃なので、次はですね、やはりリーサルゲージになりますね。で、そしてバトルライフル、リベリオンパニッシャーっていう風に続くので、結構ね、まあ一発のダメージを大事にしたい、なんとか早く素早く倒したいっていう方は、やはり少しでもダメージ威力のあるリーサルゲイズ、インフェルノブラストになるし、あとね、射速を生かしてですね、しっかりと狙い撃ちができる方はバトルライフルやリベリオンパニッシャーの方が向いてると思います。ただ中距離以上のね、距離で、威嚇射撃から入る場合だと、この装甲軽弾だとかなりブレが大きくなってくるので、そういう場合はリーサルゲイズもしくはインフェルノブラストの方がまだ当てやすいと思います。まあ、近距離だとこのリベリオンパニッシャーの射速速いのはかなり有効的なので、それからリロードもものすごく速いので、すぐにね、相談してリロードして撃ち直すこともできるので、まあ、一概には何とも言えないんですが、僕はやはりリーサルゲイズが独占一強になってしまったんじゃないのかなと、またもやリーサルゲイズの時代かっていうふうに思います。まあ、なので、ね、どの銃が一番強いかって言ってしまうと、ダメージ量と射速、ね、連射速度によって変わってくるんですが、まあ、もちろんエイム力、これは必要になりますね。当たらなければ全く意味がないので、この4つの銃の中で順番で言うと、1位リーサルゲイズ、2位バトルライフル、3位インフェルノブラスト、4位リベリオンパニッシャーっていう風になりますね。で、その後には他の銃が続いてくるのかなっていうところなので、まあ、難しいところなんですけど、やはりね、この連射速度、射速が今回ちゃんとね、正常に戻ったということで、さあ、じゃあ用意ドンでどの銃が一番使いやすいのかってなってくると、僕はやはりリーサルゲイズなのかなと思います。
まあ、連射速度がどれぐらい復帰してどれぐらい使いやすく戻ったのかっていう話に戻すと、リーサルゲイズとインフェルノブラストを比べるとやはりリーサルゲイズの方が結局使い勝手はいいのかなっていうところに僕は落ち着きました。まあ、これはね、僕の検証になるので、これが実際正しいっていうわけではないんだけど、これも皆さんの意見もね、聞いてみていろいろまたね、精査してみたいと思います。なので皆さんね、思うところがあればまたコメントの方でいろいろと僕にも教えてください。はい、ということで今回はですね、不具合ということで連射速度が一律に下がってしまった分について、正常に戻すというような不具合修正が入って、インフェルノブラストがどうなったのかっていうのが一番僕は気になってたので、このインフェルノブラストを軸にリーサルゲージ、それからまあサブマシンガンとかもね、一緒にちょっと検証してみました。まあ、参考になればと思いますが、まあ、僕の、あくまでも個人的な検証なので、まあ、それぐらいの、了承で見てください。はい、ということで、まあ、今回はね、まあ、ちょっとこんな感じの検証をしてみたので、皆さんのご意見また待っております。はい、ということで、まあ、今回はこんな感じで終わりたいと思いますので、ぜひ皆さんもね、いろいろ試してみてください。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、参考になったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。コウジローゲームズ、KG でした。